御年何歳になられますか？63ですよね。63歳ですか？もしよかった。私は今ね、大阪アメリカ村で、やってるイベントで入れ墨同好会っていう愛好会かイベントをやってるんですけれども、すごい、いやいいね、すごい世界ね。2020年、はい、入れ墨愛好会11月20日、はい、乾杯乾杯。すげえな、これ女性の方です、すごいな。いやいや本当に。御年何歳になられますか？63ですよね。63歳、もしよかったなんかこれより西成とかでは一応ジャガー、はい、ジャガーさんです。あの旦那のお母さんが、その旦那って誰？旦那いないですか？いや4人とお父さんちゃうね。だから大したハードすぎるやろ。結婚は2回やから、特に旦那なんか大しておったことないからさ。で子供でも預かってるんですか？当たり前やん。ほなもうかっこええな。はい、おいくつくらいやってるんですか？20歳、21、22です。出身は？出身は堺です。堺、はい、いきなりですけども、はい、これ脱いだらどんな感じになるんですか？僕ね、いかんせん師匠がすごい脱いだんです、はい、これとあれで、これと全然わからないけど、もういかん、全部自分で持ってる。あ、自分で、はい、自分でやってるんですか？はいはい、お、すごっ。練習と勉強と確認とテストで、はい、なんか両足はそれで使いましたね、これとか。あ、全部自分。そうですね。ね、すごい、初めてやんね。いろんな色づみの、まあ、シーズンやってくれる。でもね、僕ね、可愛いですよ。あのおかんが見通しなんですよ。見通しなんですよ、はい、ほんで僕入れたらもう敷居またがれへんって言われて、鍵、はい、やるかいこれ言うて、これは俺の道行くんじゃ言うたけど、ちゃっかりおかんの色入れてるから。またこれやん。そうなんですよ。でね、あのどんな入れ墨の、お母さんの絵とがあって、はい、でここは何ですか？ここは死んでしまった自殺した先輩に僕が彫った鯉と同じ柄を入れたんです。うん、あ、おはようございます。おはようございます。聞くところによると、もともとヤクザやってたっていうのを聞いてて、はいはい、それでおいくつからやってたんですか？20歳から22歳までかな。2年間、はいはい。僕のチャンネル見てる方とか、なんでその業界に入ったのかとか、はい、そういうの聞きたい方はめちゃくちゃ多いと思うんです。興味ある方が、はい、多いと思うんですけども、はい、なぜそのヤクザになったのかっていう、その流れときっかけちょっと教えてほしいんですよね。はい、まあ、流れを言いますと、はい、僕はあの名古屋のカラーギャングの。カラーギャング、はい、カラーギャングってのは何なんですか？その当時流行った不良ですね、はいはい、あのクラブとかでパーティーやったりとかしてた、はいはいはい、愛知の、うんうん、名古屋の外れの方の、うん、小牧市っていうところで小牧市、はいはい、チームやってたの。よく名古屋に行くことがあって、うんうんうん、でそこでやっぱりそういう20歳ぐらいもあれかな、うん、カラーギャングっていう、うんうん、そういうチーマーみたいなことをやってて、自分のまあ親父になる方に、うん、お前いつまでもそんなチンピラみたいなことやっとってもあるやろっていうことを言われて、うんうんうん、一回脱いで見せてもらっていいですか？はい、失礼します。よし、おーすごいな。これはなんかどういう、まあ、和柄で、僕ちょっとわからないんですけども、なんていうやつなんですかね？あ、真ん中の絵です。はい、弁天さんです。弁天、ああ、はい、そう、どういう意味合いがあるんですか？これあのさっきも言いましたように、はい、ヤクザ辞めてから言ったって言いましたよね。はい、はいはい、
ヤクザ辞めてその表の世界に行こうと思ったんです。はい、表の世界。はい、なのでこれあのモコモコでこう前に行けるようにしてるんです。はいはい、いつでも前に行ける、前に入れれる。はいはい、いつでも伸ばせるよと、そういう意味があるもんで、はい、はい、で前の世界、前に行けるようにということで、ここでもうやっ、ね、終わってる。いろんなあれがあるんです。あ、あれだ、ちょっと、はい、どうぞ、はい、で弁天さんを入れたのは、うん、芸能の神様なんです。芸能、はい、うん、だから一芸に秀でるっていうか、はい、そういう意味ですか。あと商売繁盛。あ、商売繁盛、あ、そういうことか。はい、うん、お待たせしました。いや、お待たせしすぎたかもしれない。あの、たまに見るな、こんな炭。今日はね、地元のね、前回の僕のあのー、かわいい後輩からの紹介でね、激アツなネズミボーイを皆様にお届けしたいと思います。よくお願いします。はじめまして。はじめまして。よし、今日まあ初めましてけど、見た瞬間、はい、なんていうかな、まあ普通の青年というか。そうですね、今はまあ普通ですね。昔はちょっとまあ調子乗ってる時代がありました。はい、まあちょっと喧嘩が好きでして。マジで、はい、喧嘩申し込んでタイマー張ってみたいな。うわぁよかった。今はその喧嘩はしてない感じ。そうですね、3年に一度ぐらいになってテーマで落ちました。おまあ、パクられんようにだけね、ちょっとね、ほんまに先頭ね、はい、入れ墨入れた人と入れた理由とか、うん、そういう経緯を聞きたいんやけど、ちょっと見せてもらっていいですか。あ、わかりました。腕ごつわ体パンパンやな。何キロぐらいあるこれ。80ぐらい。いや、もうないです、75とか。あ、これ、ちょっとね、守りと汚れが混ざってる感じ。お、かっこいい。でもお、かっこいいんじゃないですか、これ。おお、これ後ろこれは何なの。闘牛です。闘牛、はい、そのなんかチーム名とかそういうわけではなくて。あ、ではないです。うん、あ、でもちょっといい、なんかかっこいいね。体めっちゃ鍛えてるやん。そうですね、ちょっとだけ最近鍛え出しましたね。ほんま。はい、このコンセプトっての教えてほしいんだけど。いや、もうなんか本当にもうノリで全部入れてしまってるんで、何もかもの意味も なければ、まあなんかこのメリケンサックだけ、うん、まあなんかちょっとこう一応血みたいなのが飛んでるんですけど、うん、まあね、喧嘩好きやったんで、うんうん、終わる時に二十歳の時に入れます。これぐらい。たまに見るならこんな炭、今日はねどんな入れ墨が出るのかなということなんでございます。またまたね、地元の福岡県ですよ、元ヤクザのね正人くんを呼んでる、ございます。お願いします。お願いします。雰囲気優しくなったね。そうですね。まあまあ一杯一杯どうぞ。はい、ありがとうございます。いただきます。仕事中なんで。ああ、そうか、あかんのか。仕事中か、ごめんごめん、うん、どんな仕事してるの。殺人。いや違います、今もう会社員で、ああの不動産やと。地上げ屋みたいな感じの。まああの土地の方を触ってるのが専門なんで。あ、そうね、俺今冗談で言ったの。それもありますよ。ほんま、はい、ちょっと今見せてもらっていいですか。いいですよ。ほら、立派な不動産屋で、あっちゃんこれ。いや、これおお、な、その元ヤクザとか入れ墨、おお、これはなんていう入れ墨なの。これはあの非道丸。非道丸。鬼にあの道心の道に丸。道心の道に丸。はい。なんでその業界に入ろうと思ったの。わあ、なんなんでしょうね。たまたまこう親分さんたち見てたらやっぱり。かっこよかったんで、うん、あのやっぱこう男が男に惚れたみたいな感じ。いや、そこまでなかったですけど、まあ、夜の街でこうかっこよく歩いてるの見てて、うん、やっぱり若いんで、うん、まあ、そういうのがかっこいい時期やったから、うん、なっちゃったみたいな、そのノリで なっちゃったみたいな感じ。あ、で やめた理由は。いや、もうちょっとやっぱり、うん、まあそうですね、まあ、正直むちゃくちゃですよね。そのあのテレビとか雑誌で、うん、読んでるような世界じゃないなっていう、うん、ああそうなんや、うん、なんかさ、俺のイメージとすればなんかこの昔はね、辞める時に指落とさなあかんみたいなあったと思うけど、そういう指はあるの。いや、指ないです。あ、ほんまや。指はないです。指、あ、いつからなかったっけ。これは21か2ぐらいの時に、うんうん、あの親分の車に乗って、うん、勝手にこうあのなんていうんですかね、地元の女の子と遊んでたんです。あかんやん、そんなん。で、
その時にあのラブホに行こうと思って、うん、いきなりそのあのカラオケボックスからアクセル全開で踏んだ時に、うん、中音分離帯にぶつかっちゃったんですよ、うん、で車ぐちゃぐちゃにしちゃったんで、もうちょっと怒られるのめんどくさいなと思ったんで指詰めました。マジで自分で自分から自分からです。はい、しょうもない理由で詰めろって言われたんじゃなくて。じゃないですね。あ、そうなんや。すごいな。いやいや、もうでも、まあ、そういうところにおったら、まあ、そういうふうにしなきゃいけないっていう風習なんで。ああ、特に筑後の方は厳しいみたいな感じ。厳しいですね。ヤクザ発祥は筑後やみたいなこと聞いたことあるんだけど、それはあっちは違うと思いますけど、やっぱブランドはブランドやったと思いますよ、昔は。筑後というブランド、はい、ああそうやね、やっぱね。おはようございます。入れ墨シリーズなんでございますけども、今回はね、昔一緒に南でね、何件か一緒に喧嘩した仲間を呼んでおるんでございます。もう本題なんけども、はい、いきなり脱いじゃってもらっていいですか。いいですか、逆に。いいですよ。後ろだけなんで、あ、ちょっと恥ずかしいですね。いや全然大丈夫。大体ね、入れ墨の人はね、もうここでいきなりやってもらってる。うわぁ、おぉ、やだやだ、おぉ、おぉ、これは なんていうあれな。これはキリンの。キリン、はい、下もある。絶対強いやん。絶対強い。おい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 、おほんまや。ちょっとケツちょっといい。ゲイサービスね。わあ、すげえな。ゲイサービス。いやゲイサービス。これちょっとこれすごいね。色白なんだ、ちょっと嫌い。おお、こんな感じでございますよ。わあ、すげえな。下も入ってる。下っていうのチンコ。あ、いや、あの足の方ですね。足の方は大丈夫ですか。足全部脱いじゃうか。全部脱いじゃう。全部脱いじゃう。いや恥ずかしい。まあ、こんな、わわわ、アーリーもなんか入ってたような気がするんだけど。入ってません。ああ、こんな感じです。わあ、すげえ。これは何なん。ほうです。ほう、はい、意味は何なん。ほうってのは基本的にはあの縁起がいいものしか毛剃っとるやないかこれ、はい、脱毛中なんですよ。マジで。こんな見た目やのにそういうとこだけやろ。それデリケートやもんね。デリケート。あ、ほんまに。おはようございます。お名前は。なんで入れ墨入れたのかって。お父さんが入れとったんですよ、うん、でそれをやっぱお風呂の時とかに一緒見よって、うん、やっぱこう、あ、入れようかなみたいな。お父さんに対してこう憧れがあったんで。憧れではないですけど、やっぱこう不思議になっとったんですよね、こう入れ墨が、うん、で、あ、これ俺も入れたいなみたいな、うん、それで、あ、もう入れようみたいな。不思議からの。そうお父さん、いや、ヤクザではない。ではない。当時の期待値結構あったよね。そうですね。俺が知ってる範囲であれば結構全然あったと思う、はい、まあお年玉も入れてるし、はい、その中で今俺も入れようかなっていう、はい、何歳で入れたの。自分は18、17ぐらいから入れ始めました。はい、高校は行ってないです。ああ、はい、初めて捕まったのが小3やけ。小学校3年生です。はい。なんで捕まったの。小学校3年生のバイクで、はい、バイクで。結構ヤンキーやったんですよ。ヤンキーってことすごいなそれ、はいはい、俺の周りもなんかそういうの悪い多いけど、小3でバイク捕まったの全然俺、はい、俺のもう小3で取り調べして乗り弁食ってました。もう警察も気使うよね。そうですね。ああ子供やし、でも監禁もしたっすもんね。監禁もした、はい、え、それ なんだ、監禁は中学校3年生ぐらいの、はい、で捕まった。捕まりました。はい。理由は先輩の従業員がバックれたと。でそれでこう探して捕まえて車に無理やり乗せてでボッテボテ行って。それで、まあ俺なんかね、はい、同じ、まあ、北九州の戸端ってことで思って、はい、そんなに悪いですね。あんま俺だけどだいぶ悪いね。だいぶ悪いです。自分で言うっすけどだいぶ悪いです。結構してきましたね。シーズン、はい、うん、今はもう真面目に。今はもう、はい、真面目です本当に、はい、なんかそうやろね、はい、まあ入れ墨今入れてるの、はいはい、見せてもらって、はい、脱いだ方がいいですか。うわぁ
わあ。すごい。これね。これは入れてる途中。はい、入れてる途中。ここはもう完成しそう。うん。で、たたたってちょっと待って。後ろも。はい。おお。入れてる途中ですよ。うん、入れてる途中ですよ。おさすが。で開けるよ。オッケー。そのもそう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 。はい。ここね、俺思うのは一つ思うのはその入れたらさ、はい、メリットデメリットってマーチン言うけど入れたことによってこうマイナス面まあでもマイナスしかないですね。やっぱいろんなとこに原因やったりとか、やっぱこう一番はこうでっかいその温泉があるじゃないですか、うん、そういうところにやっぱり原因っていう俺はね入れなかったのが一番のそこよ。そうですね、入れるから終わったことたくさんあって、俺は中間期あったよね。でも入れなかったのは、うん、そこかな。うん、でも入れたで俺はなんか生き様を、はい、生き様をね気持ちよかった打つわけだ、はい、俺はそれでも後悔はしてないですね。後悔してない、はい、うん、一生背負っていこうかな。そうやね、はい、かっこいいと思う。ありがとうございます。いました。おはようございます。おはようございます。皆さん、おいくつぐらいですか、年齢は。僕が31です。めっちゃ若く見える。よく言われる。ええー。おいくつなんですか。28です。28。僕26です。26。僕20歳です。で、同じチーム。これどういうチームなんですか。会社っす。会社。ヤクザっすか。違います。ちょっと脱いでもらっていいですか。脱ぐですか。途中なんですか。いやいいですいいです。おお、すげえ。まだこの子の方ががっつり入ってますよ。ワボリっす。ワボリ。ワボリのこのはこれは何ですか。シシっす。シシか。おお。こっちはまだっす。おお。まだ工事中です。でもこの子が一番入ってる。ちょっとお兄さん脱いでもらっていいですか。いや、おぉ。あ、これは、ようぼり。ようぼりとわぼりを一緒に。脱いでもらっていいですか。あったなかった。おぉ、ちょっとすげえな。全員ちょっと脱いでほしいなと。全員いいっすよ。はい。ちょっとっすよ。はい。全員脱いでもらっていいですか。こいつ入ってない。はい。おぉ、すげえ。こんなんす。インパクトすごい、これ。こんなんす。ちょっと、おぉ、4人並んでもらっていいですか。おお、めっちゃインパクト。この一番ボス、全部なし、全部なし。こっち全部なし。いや、脱いでほしい。わあ、おお、すげえ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 。僕らボスとかないんで。ボス。家族なんで。はい、おはようございます。全国ね、入れ墨ファンの皆様、お待たせしました。いや、お待たせしすぎたかもしれません。入れ墨特集なんですけども、なかなかね、いい素材がなかったんでございますけども、ようやく、見つけましたよ。あ、どうも、はじめまして。名古屋。出身、名古屋です。名古屋です。これは、どういう入れ墨の名前なんですか。これは、和彫りです。和彫り。和彫り。なんか、名前があるじゃないですか。そういうのないですか。意味合いとかはなく、はい、自分が入れたいもの。そういう人多いですよね。これが、竜で、こっちは。こっち蛇です。蛇。脱いでもらったらダメですか。脱いでもいいです。お願いします。いや、ほんますいません、ほんまに。奥さん、ほんますいません。おえー、あ、これ、え、おえー、これね、何歳ぐらいの時に出たんですか。これ、16歳かな。で、みんなね、16歳の多いんです、10代とか。それ、一ついいですか。学校はどうするんですか。学校、僕、行ってないです。あ、学校行かずに。はい、行かずに。でも、逆に、あともう一個、入れ墨入れたら、仕事とかあるじゃないですか。それどんな仕事をされてたの。僕はその仕事で、インポでございます。その仕事で、はい、あ、今も今もです。あ、そうですか。で、メリット、デメリットの企業を聞いてるんですよ。なんか、やったことのメリットとは何かありますか。メリットはないですよ。自己満ぐらいです。
みんなね、それも言うんですよ。でも、まあ、自分のね、生き様として自分の思いをこう書くわけじゃないですか。別に俺はね、それが一つのメリットかなと思うんですよ。